レン君ハート、モスさん星、48さんハート、ヨンミンさん星、ヨシナシさんかわいい、オムライスさん、団子と、クマちゃん、イッチャーさん、イナーホー、マサカツさん、ハート、チャホ、レンボスター、モスターさん、星、ありがとうございます。今日は、先週録終わってですね、もう何もない一日だったので、星のあのハート班の美穂ちゃんの役のことすごい仲良くて、星野と温泉に行って、そう、それするから。レーダーさんたちとご飯食べてました。よかった、美味しかった。先週力無事終わってよかったです。ちょっと暑いかもね。眠くてまだ開けちゃう、開けちゃうとね、この配信のもうこんな時間だからさ、私のバカでかい声がなんとかなんとかーって言ったらね、意外と外に響くじゃないですか。そうだから閉めてるんですよ、今の間だけ。次の舞台は実はもう決まっていますのでね、お楽しみに。うん、私でも今日、そう、私ね、ツイッター X を全然見れてなくて、それこそもう実はね、初日と2日目それで私も扁桃腺がすっごい腫れちゃって、そう、実はそんな感じだったんですよ。で、一応プロとして呼んでいただいてるので、ね、ちゃんと出なきゃなと一斉したんですけど、そうなんですよ。お姉さん花束ありがとうございます。熱はね、実はちょっとあとだよね。で、朝病院に行ってお薬を持ってきたら、もうあらびっくり、3日目にはケロッと治っちゃって、3日目から千秋楽までここもずっと行ってきたので、あの姉さん、あら、米だ、なんかなんだっけ、タワー、ありがとうございます。そうなんですよ、実はね、
私扁桃腺腫れすぐね、扁桃腺で腫れて、ね、熱が出るんです。でここ冷やしとこうと思って、こうやって冷えピタを貼ってやってたら、冷えピタ貼ってふって体を冷やして喉を冷やしてってやってたら、みんなどうしたの、扁桃腺痛いのって言って、なんかいろんなものくれて、ハレナースくれたり、なんだっけ、タットさんが、自分もよく腫れるんだけど、おすすめはやっぱり蜂蜜だよって言ってて、やっぱ蜂蜜だよなと思って、蜂蜜飴を舐めたり、まあ龍角散もな、私龍角散はヘビーユーザーだからさ、龍角散舐めたり、やってて、おーまいごいしょ、そうしたらすぐ治った、よかった。まだちょっと 100%、まだ咳は、残ってるんですけど、咳っていう喉の痛みでしたね。薬飲みすぎるのは良くないから、本当にきつい時だけど、いや本当にきつかったんです。そう、うちも薬でも分かんない、その私自分結構私繊細だからさ、ちょっと頭痛かったらふーってこっちに神経がいっちゃって、全然仕事に集中できなかったりとかするから、すぐ飲んでも正常に戻したいかも、早くってなって薬か、ね、飲んじゃうんですよね。そうそうそう、みんながいろんな喉のスプレーくれたり、ハレナースくれたり、すぐ治りました、みんなのおかげで。やばい、めっちゃ眠いね。私昨日意外とずっと、意外とって今日は、あ、でもめっちゃ寝てはないけどね。そうし、なんかもうさ、神経質っていうかなのかな、すごい、例えば膝が痛いと、うわ膝が痛っていう、その痛みがね、痛ってなっちゃう。ね、すぐもう気になっちゃって、明日のも持っていかなきゃいけないものバッグに入れたっけっていうので、ずっと寝れなくなるタイプなんですよ。そうだから、みなみたいにさ、うまくさ、まあまあまあいっかってできないんだよ、気になっちゃうの。ひさしさん、ハートありがとうございます。今日は何時？今何時？今日何時から私始めたっけ？そんなにちょっと長くはできない。頭痛、最近はね、
私地下とか行くと頭痛くなっちゃうんですよ。そう、地下だったり、それこそこの前言ってたけどさ、空気の悪い部屋だったり、まあ、気圧変動が高い時、ギュンって気圧が変わる時とかに頭痛くなります。そうなんですよ。スペースゴーさん、バラありがとうございます。雨の日と曇りの日、飛行機はね、もうね、どうってことない、もう慣れちゃったね。飛行機は全然なんともないんだけど、地下に行った時か、地下っていうか多分地下じゃないな、やっぱ空気があまりよろしくないところに行った時に頭痛くなる。ここなんかいるなって時あるやん。そういう、じゃあ地下鉄とかも全然いいんですよ。そのなんて言うんだろうな、そのなんか例えばここなんかちょっと幽霊おるんちゃう、幽霊さんたちおるんちゃうみたいなところ、そう、そういう空気の悪さだと頭が痛かったりするな。ね、同じ人いないのかな。霊感は何かそこにもう完全に見えるとかじゃないからさ、雨降る前に頭痛い、あ、私そう、雨降る大雨の前とかが結構頭痛くなる。頭と私腰痛くなるんですよ、低気圧って。腰がね、すっごいいるんだって。でも低気圧症で腰痛くなる人、お化け屋敷はめっちゃ嫌い。なんか入る理由が分かんない、あんまりめっちゃ嫌いです。脅かされに行くっていう、なんていうの行って、わって脅かされて出るやんか。だから怖いのスリリングはあんまり求めてないですね。
ちゃん頑張った、スタンプありがとう、虹もありがとう。そうだよ、お金払ってさ、高校の文化祭はおもろいじゃん、あいつあいつがあいつのっぺらぼう役してるらしいぜとかさなるじゃんとかさ、え誰誰が誰だななどこやってるらしいよみたいな、だってマジかって言ってさ、同級生がお化け屋敷をやってるっていうだけでめっちゃおもろいから行くし、おもろいと思うんだけど、あんまりさ惹かれないお化け屋敷、本校は見ない。そうだから私なんだホラー映画とかもちょっと苦手なんですよね。そう怖い、普通に心霊スポットはマジであかんのよ、うん、心霊スポットっていうか、心霊スポット行ったら多分私も痛くなるタイプ。そう行ったら あかんタイプやね。けどうーん、幽霊と友達にはなれると思ってるタイプ。ホラーゲームってさ、なんかさ、なんか怖いやつ、こんなやつ出てるじゃん、うーみたいな。実際そんなんじゃないと思うんだよね。まだ、あ、じゃ下半身がなかったりとかね、頭はなかったりとかはあると思うけど、そのなんかさ、なんやろ、もうよっぽどの怨霊じゃないとあんな姿にはならないと思うんだけど、ホラー系の舞台も全然楽しいし、逆にやってみたい。いやなんかホラーゲームとか、うんね、いいと思うんですけど、ホラーバカにすると結構怖いじゃん、うん、あかん気がしてるからやめてるだけ。ホラーって言えるよ、もうだから逆にもうシューティングゲームとかの方が潔いと思う。ホーンテッドマンション、ホーンテッドマンションもちょっと怖いけど、ホーンテッドマンションは結構さ、アトラクションのスリリングがあるじゃん、その恐怖スリリングじゃなくてスリル的なあれでいくと、うん、ホーンテッドマンションはなんかその怖い怖いめっちゃ怖いとかじゃなくて、なんかあれ美しい怖さみたいな、わかる、あれは好きですよ私は。ホラー映画はだから逆にやってみたいのよ、ああいうの。だからミユが出てるやつなんだっけ、ありますよね、ああいうのとかもやってみたい。ただもう遊園地のお化け屋敷にもうノリで、しゃあみんな行こうぜみたいなノリは好きだよ。うん、好きだな。だからユニバイとか行ったら、温暖化でユニバイ行ったらいつもチャッキーのなんかホラー、チャッキーのお化け屋敷みたいのあるんですよ。そう、チャッキーのお化け屋敷に4人で入って、なぜか4人で入ったのにそれぞれで出てくるみたいなね、
面白いな。日向は怖くて立ち止まるタイプだし、奥本ひなのは怖かったら走り抜けるタイプだし、っていうので差が開いてて4人バラバラで出てくるみたいな。うん、面白いよ。でこれここも、逆に怖いね。谷さん、ハートありがとうございます。そう、ホラー映画もちょっと苦手だから、人が死ぬ映画がすごい苦手。過去になんかトラウマでもあんのかぐらい、前世ね、前世にトラウマでもあんのかぐらいすっごい苦手で見れないんだよね。あら、ほちのかわいいね。だから今尾のアリスとか、お友達がちょっと今尾のアリス、ちょっとでいいから、マジで今尾のアリス見るぞみたいな感じでノリでね、今尾のアリスをピッてつけたんですね。もうあれやばいね、あれやばいよね。重要な人物がバンバン死ぬからさ、うん、主人公のお友達さんが、あのね、あれになったところで見るのやめた気がする、確か。おーと思って、今アリスマジでやばくない、あれめっちゃリアルだしさ、あと演者さんがめっちゃうまいから、もうよりリアルなんだよ。今アリスのあの、なんだろう、あれが苦手、上からピューンってなんだっけ、ポイント稼げなかったら死ぬんですよね。でポイントを稼げなかった人が上からピュンってなんかレーザーみたいなボーンってきて、なんかもうなんやろ、あれなんだっけ、あの映画ビューンってきて、こうフュッてなってぐちゃってなるやつ、あれがめっちゃトラウマなんですけど、私ちっちゃい頃見たやつ。ああいう感じでね、なんかお仕置きみたいな感じで死ぬんですよ。そう、でも見る分には見ようと思えば見れるみたいな範疇ではあるんですけど、やっぱりね、って思っちゃう。ベイハザードか、あれ、そう、サイコロステーキになるやつだから、そのなんだっけ、鬼滅の刃とかも確かあるんですよ。サイコロステーキ先輩っていうあだ名がつくほどのサイコロステーキにされて亡くなる鬼滅隊の子がいるんだけど、ほんと一瞬ね、一瞬調子に乗るとこうなるぞっていうのを見せるがために出てきて、あの鬼に殺されるっていう鬼殺隊の子がいるんですけど、確か。そうそうそう、ルイくんのあの蜘蛛の糸でピシッとなってピャッ
ってサイコロステーキにされるやつね。そう、そんな描写があるんですよ。ちょっとね、で鬼滅の刃も割となんだよね、あれは実は。でコナンはコナンで、コナンってさ、なんだろう、死ぬ描写が一瞬っていうか、ずっと続くわけじゃなくて一瞬で、そのそれについて何がどうなってっていう探偵の話だからさ、やっぱりそれは推理が面白くて見れるんだよね。そう、コナン君って推理面白いよね。だいたい読めるけど、たまにそっちかーってなる場合があるよね。私映画しか見てないからさ、あんまりわかんないけどさ、コナンの結末、コナンってでもさ、あれなんでしょ、単行なんていうんだろう、その1話1話で完結っていうか、その話的には1話で完結してるけど、まあ、それがこう大きめに見るんでしょ、あれを。ちょっと難しいね。コナンの映画見たいな。近々公開されるやつないのかな。この前、違う、この前なんだっけ、あれ見に行こうと思ったんだけどな、忘れちゃったな。コナンってネットフリとかあんのかな。金田一少年のうち事件簿みたいなやつ。心さ、そのうちもお布施が効かなくなるんじゃないかと思ったら全然、そう、そうそう、麻酔はいつでも効きます。あ、Hulu なんだ。 Hulu もある。 Hulu で見る、でもさ、いや、アニメで見ると長いんだよな。アニメ、ジャンプのって言ったら、もう全部だけどさ、ジャンプのアニメってめっちゃ長いからさ、アニメにしちゃうと。漫画で100巻ぐらいでしょ、今確かって言った気がする。最終的に子供から元に戻るでしょ。戻ってランちゃんと結婚でしょ。違うの、違うのとか言って戻ると思う。私はコナンの映画全然見に行けてない。なあ、でも推理するのが好きなんで。キュウさん、ハートありがとうございます。はあ、人が集まってきたので、改めまして、ターニングポイント舞台ミュージカル、ターニングポイント、ありがとうございました。いろんなトラブルを経て、いろんなトラブルを経て無事、終えることができました。ありがとうございました。私は1週間ぐらい全集中したので、もう疲労困憊けど、やっぱりいい疲労の仕方をしてる気がする。なので疲れたっていうよりは
あ、終わったなっていうちょっと寂しくもありね。まだ全然明日もからもありそうな空気だからさ、すごいなんかね、もうみんなとこう集まってね、フィッシュと集まってフィッシュできる日もね、もう終わっちゃったんだなと思うと寂しいですね。また一人だっつって。当分お休みですかと思うでしょう。ありがたいことにね、予定が入ってるんですよ。けどまあ当分お休みってお休みかな。うん、わかんない。そうだね、このご時世なのに全員で完走できて、いやー嬉しいですね。さあ寝ようかな。もうということで、昨日の昼公演参考さん、あのね、昼公演、昨日の昼公演も私結構ね何公演かいらっしゃってて、なんかすごい温かい方ですよね、サンコンさん、オスマンサンコンさん、見た方はいらっしゃるのかね。すごい温かい方で、で、あのイロハめ、イロハ、美咲ちゃんいいねって言ってくださってそうで、しかもお話ししたんですよ、もうずっと。そう、間の時間とかにね、ちょっと早くいらっしゃったのかな、あの楽屋の方あたりにベンチとかが置いてあるんですけど、そこにあの座ってらっしゃって、でそうそうそう、何歳って言ってお話しさせていただいたんです。なんかもうなんかね、笑顔がすっごい素敵で、あ、この人地球、もうへ、この人素敵、いい人って思った。松本さん、こんさんはですね、北山みつきさんの夫さんなんですけど、そう、北山美月さんの夫です。あ、違う、そうなんです。かわいい、お二人のあのおしゃべりをね一生聞けるぐらいかわいいの旦那様ですよ。可愛いんです。そうそうそう、そうなんです。すごいでしょ、なんかいいご夫婦なんか、私もこんな夫婦になりたいって思ったぐらい素敵でした、お二人。またお会いできますように。ワイフがねと言ってましたサルバさん、あ、いらっしゃ、もう私にも、私聞いてなくて、あの不意に来てくださったらしくて、サルおばさん
来てくださいました。びっくり。終演後に美咲って言ってえみたいな、来るのやってくださいよみたいな、そう許してくださって、うん、嬉しかったです。だから正解、多分、うん、正解です。見たかった来てくださった。ほんじゃ終わろっかな。あーし、もう1時だし、じゃ終わりますね。ランキング見ます。13位、ユージさん、杉野シーさん、12位、ひみゆこさん、11位、モスさん、30位、サミズジョヨさん、9位、スナスさん、8位、タンポポさん、7位、マラップさん、6位、マサトシさん、5位、マサカズさん、4位、ベルちゃん、会長さん、ミサノア、3位、ホノちゃん、2位、オムライスさん、ミサノア、1位、アンネさん、ミサク最高でした。あれ、星野美優がハート投げてくれた、ありがとう。マラプさんも、ユージの素敵なまちえさんも、ありがとうございます。それでは終わります。バイビー。本日の昨日舞台千秋楽でした。舞台ターニングポイント、まだ感想を投稿しないよって方はぜひ X や Twitter、 じゃあ Twitter 一緒、 X やったりインスタやったりにハッシュタグとか、私の、まあ、インスタは私のメンションですかね。で X は、まあ、ハッシュタグターニングポイントとか川原美咲とかつけてつぶやいて、感想ぜひつぶやいてください、たくさん。それでは、あとチェキもね、完売したようです。昨日無事千秋楽までに完売しました。ツーショットもね、完売したらしくて、ゲットした皆さん大事にしてください。よろしくお願いします。それでは終わります。バイバーイ、おやすみー。